体育の日の今日、北区で2011スポーツ祭りが開催されるなど、各地でイベントが行われました。北区の2011スポーツ祭りでは、体力テストやスポーツ教室などが行われ、参加者はスポーツの秋を満喫していました。ところで、文部科学省が去年5月から10月に、6歳から79歳までのおよそ7万人を対象に、体力と運動能力を調べたところ、小学生から高校生までの基礎的運動能力は、ほぼすべての項目で向上し、体力テストは過去13年間で最高の結果となりました。一方、大人については、50歳以上では男女ともに体力が上昇しているのに対し、20代から40代の働き盛りの年代で体力の低下が見られました。また、スポーツをする頻度については、日常的にスポーツをしない子どもが増えていることも明らかになり、中でも18歳から19歳の女子では、2人に1人がほとんどスポーツをしておらず、若い世代の女性を中心に体力の低下が懸念されています。